はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回はクラッシュバンディクー2プレイしていきます。さあ今回はステージ4ですね、やっていきましょう。多分このワープゾーンの色でなんかあるんじゃないなんかあるんだろうけど、その何かがわからないっていう。あ、紫はダイヤ2つとか。わかんない正直わからない。ぶら下がりに近道。お前かよお前がぶら下がってるってこと？このファイヤーマン、おかしいでしょ。まあ多分ぶら下がるとこ来るんだろうな。よし、結構ジャンプがタイトだね。うわー、びっくりしたじゃあ何なのこの人たち。なんクリーニングロボか。ちゃんと掃除しろよな。どっちや、奥はないか。よし、じゃあ落ちます。あー、ここでぶら下がるってことか。うわ、何のためにいるんだろうこいつら。何のためなんですかこれ。危ない、箱いくつだ。うわ、90もある。これ大丈夫か。90とかで取った記憶はないんだけど、今のところ。どこまで来るの、どこまで来るの。え、マジで。ちょっとでも当たったらああなるんだ。なるほどね。よし、お、こいつが来たってことはなんかあるな。今回はこれか、これですか。あ、危ない。いくつ、まだ28か。結構厳しいよね。あー、なんか回転してる。普通にいけた。オーケー。なんだ、早い。すげえ早い。大丈夫か、大丈夫。まずこの挙動を読み取らないといけないから。ちょっと待って、全然読み取れてねえ。超やばい。いや、ギリ。よし、何気に嫌なんだよなこれ。上がぶつかりそうじゃん、なんか狭苦しいんだよ。よし、危ない、いけたか。これ TN、 あ、よかった。これで爆弾とかあったら最悪だからな。で、これは奥はなし。まあそうそう何回もないか、同じ仕掛けが。あ、大丈夫かこれ。あ、やっぱり。どっち行ったらいいのこれ。信じていいの。よいしょ、どっちが正解だったんだろう。うわー、なんかボーナスっぽいな。どうぞ開けるか。早いよ。何、わけが分かんないんだけど、マジで。マジ意味が分かんないね、これ。あ、こいつがついたからいけるかも、これ。ご了承できんじゃん。やっぱり。死にまくったらこいつはつくんだよ。どういうこと？ワープ？そうでしょう。やりたくねえよ、これ。帰ろう。さあ、帰ってきて。あ、ここにあれあったんだ。パースト。気づかなかった。なんすか、これ。ニトロ。まあ、その前にボーナスステージね。よし。じゃあ、これをサクサクと。おっと。これいけるか。全部壊さないと。危ないんだよな、これ。挟まれたら死ぬからね。で、何これ。もう絶対なるって、そりゃ1回目は。よし、なんだこれ、やばい。これこうしとこう。何回だ、5回か。やっちゃった。焦ってやっちゃったんだけど、せっかくここまで来たのに。よし、いやー、難しかったな、ここ。めちゃめちゃ難しかったっていう。そうでしょう。
あ、ここクリアしてるからいいか。はあ、このステージ難しいな、マジで。あ、ようやく来た。ようやく。ミッドロー。やった、93。ってことはクリアってことね。うわ、また電気うなぎが嫌がる。うわ、全然飛ばねえ。やばい。危ない。よかった。マジで難しかったね、これ。ワープゾーンもしっかり。ボーナスステージもしっかり。さ、じゃあ、次行きますか。爆風なんだろう。これいらないんだよな。なんかクリア後に踊るんだけどさ。いらないよ。爆風注意報。地面に潜ったらなんか、植物を避けられるみたいな。なんだこいつら、どういうこと、何これ、こうなろ、あ、こいつ、こうなろ、よっしゃ、やっぱり、舐めた真似してると、ちょ待って、何、こう、距離感が分からない、距離感が分からない、え、なんで、あ、こいつが爆弾投げてきてたのか、結構飛距離あんのか、これ、こうなろ、違う、ね、なんかトゲに刺さってんのこれ。いやもうこいつは無視、難しい、こいつはを倒すの。なんだこいつ、こいつは許さん。よし、確認して。危ない。何これ、何なのこの人、誰、ちょ、危ない。よし、あれ逆に騙されてダメなんだな、これはいいけど、この人がよくわからない。この人が何なの、何なんだあいつ。あ、久しぶりだな。よし、これでいくか、食らわないからね。ザコか、壊せないか。めちゃめちゃ楽だ。こいつもでもあいつ死なないから強いな、やっぱ。よし、ボーナスステージ、うわすげえ飛ぶ、なんで、すげえ飛ぶんだけど、上に何もなしか、壊して、何もなしと、これはな、どうなの、やっぱりなんか怪しいと思ったんだよ。よし、オッケー、20、90、ここが多いな、箱が増えてきた。ダイヤなしでいけんのか、うわーだるいやつだ。あ、こっちあれだな、ドクロコースだからダイヤ取れる、いくか。いやいやいや、よかった。アクアクア犠牲になったけど。いいんだ。こいつも分かってくれてんだ。なんなんこれ。あ、これ追ってくるやつじゃん。やばい。あれ送ってくるやつだわ。逃げないと。なんか地面に潜れるはずなんだけど、潜り方が分かんねえな。こういうとこか。なんか潜れるはずなんだよ。違うのか。でこれね、ハチくんまだ来てるのか。うわ、来てる、危ない。このハチゾーンなのか、これが濁ってるというか、これがハチゾーンってこと。早く行かないと。いや、こんなのひどくない。ひどくない今の。いや、箱こっちにもあるな、やばい。うわ、やばい、もうめちゃめちゃだよ、めちゃめちゃ、ほんとめちゃめちゃ。何これ、いじめかな。あ、いった。じゃあこれ出戻りしろってこと。ちょっとセーブしよっか。測ったかな、多分こうやって戻らないと。意地悪すぎない。意地悪すぎないこれ。いくらなんでもさ、踏んだら
ダメってこと？蜂がいるんじゃないこれ。無理だってよ無茶だって。潜れるんじゃないかな。潜り方わかんないんだよ。いやわかんないな。多分普通にスピンで潜れると思うんだけど。いやーこいつも倒せねえ。どうやって潜るんだ。何これ、な、何なのこの人。スーパーマリオのなんかパチモンみたいな。なんだお前ははは。何のためにいるんだろうなあれ。いやいや無理じゃない。パチジャンプで避けんのか。危ない。うわまただ。もう何体いんのこれ、この人と誰だよ。いやここよくわからないな。土潜れないな。どうやって潜るんだろう。さあ、あれパワーストーンがない。マジか。あここは潜れるな。あじゃあさっきまでのとこは違うってことか。じゃあ帰って。さあ、あ、帰ってきたら。お兄ちゃん、聞いて。時間がないの。コルテックスの宇宙ステーションはもうすぐ完成しちゃうの。あいつが言ってること嘘ばっかりよ。騙されないように気をつけて。いや、誰一人騙せてないんじゃない、コルテックスは。あ、なんか死なずに進むとなんか道が現れるって出てたな。そういうのもあるんだ。ってことか、体やか。どういう意味知らずにね。結構難しいけど。よし。うわ明らかにねステージが難しくなってきてんだよな。あーこれ苦手なんだよ。よしで行けるか。死なずに。あーなんか似てんな。ステージ目でもこういうのあったじゃん。よし。わーすげー悪いな。タイミングが。よし危ない。わーこれあれか。これはミスるね。でボーナスステージ。ん？ボーナスステージは死んでいいんだよな。なるほど。これは全然。ちょっと待って、スライディングしちゃった。スライディングでもあれ爆発するのか。くそ、あいついなくなったの心細いな。なんもねえか。大丈夫だ。これは何なの。あそういうことか。最後に罠か。やばい危ない。これ戻らないと155個もあるんだけど。大丈夫。そういうことか。よし。こいつは落ち着いた。これどこに発動したんだろう。よし、あこれか。このペンギン野郎舐めてんじゃねえぞ。うわまたこれあるじゃん。これが死なずにだから出たってこと？みなさよし。そうなるって。なるほど。
うわ、なんだなんだこれ、やばスライディングやばい、これスライディングやばい、また戻ってこないといけないんだろうな。いやなんか嫌な予感がする。いや無理だろう。よしこれ帰ってこないとダメだよな、どう考えても。いや無理だって。いや帰ってくるんだな、無理だろう。怖い。いや最悪だわ。ジャンプしてからだこれ。なんて悪質なんだ。なんて悪質なんだこれ。悪質すぎでしょこれは。やりすぎだって。よしこれがあるって分かったんだよ。これリズムでいけばいいのか。いやー待ってできなかった、できなかった、マジか。じゃ普通にこのステージクリアするか。難しすぎだってここ。いやすごい難しい。これは落ち着いたの待った方がいいか。よし、うわ、こうやりつつ、いや箱は無理だな。よし、いや難しすぎるマジこのステージは。危ない、これ挟まれたら終わるからね。ちょっとタイミングが違うのか。ようやく普通に難しいもんな。いや無理無理無理だって。それにしてもなんか少なかったな、もっと言ってると思ったんだけど。てかパワーストーンあったか、パワーストーン見つけたっけ。ああよかったか。いやー厳しいね、雪山続くよ。ここ地獄ステージだな間違いなく。からくりまた2つあんのか、廃墟ね。あ緑ダイヤがいるって出てたな。緑ダイヤないもんな。もう箱無視していくか。何？ちょ、何が起きたの？いやーこれ後ろにあんのかな。うわ最悪だこれ、最悪のやり方って。マジステージがさ、明らかに難しいんだよね。いやよし、もう一人だ。ちょ、強え。マジ、こいつこんな強かったのか。それなりますよ。こんな連発で難しいステージばっかり。よし。いや、マジで難しいな。あ、こいつか。見えないんだもんだって、前が。最悪だ。最悪じゃん。ちょっと誰誰誰、あ緑ダイヤあったか。あマジで取ってたっけ。じゃあこれでまたあいつがいるじゃん。ドンキーコングのパッチも、いやミスったな。
構さ、うわ先はこいつ強い、足場が安定しないと強いな。いたこうなやろなんかまるでだけ来てた、信じていい。よしまた丸太縦か。いやなんかすげえ速く見えんな。うわー難しい、すげえ速く見えるんだよね。はい感覚でいくしかない。うわーよかった、置いてあいつ置いて、ちょっと反則っぽいけど。うわいやー苦しい。まだまた赤くあるってことはなんか難しいんじゃない。またこいつか。いやすげえ速く見えるんだよ。うわよし捉えた、こうなる、こうなやろ、やばい。よしおわ終わった難しかった。あでもこれ箱なかったよな、箱はもう諦めた方がいいのか、かわいそうに。いやいらないだろう、箱やったらいいけどさ。またいんのかい。よしよし、あなんだなんか、あびっくりしたな。あの後近かったね、ゴールが。4面もクリア。いや、パーストも手に入ってよかった。さあさて、潜れクラッシュ。あ、ここ、スペシャルダイヤが手に入るって書いてあるな。何潜れる。よし。うわーマジか、こいつにやられた。すげえなんか蜂がやばそう蜂がやばいやばいやばい。あーこれ無理か。うわこれか、何これ。あっいけた、いけるか、だったら楽じゃん。いやこうなるって、また来んのかなこれ。あすぐ来るんだ、なんで赤く死んだの。あこれで破壊できた、ニトロないのか。やばいすげえ動きしてるちょ待ってこれ、ちょ待って待って待って、いや長い、思ったより長い、思ったより長かった。これぐらいか、くっ危ない危ない。カラーダイヤどこだろうな、やばいやばいやばい。いやおじさん早く、おじさんとこに行きたいよあこれか、あこういうこと、これかカラーダイヤ欲しい。あモグラくんだ、久しぶりに。モグラくんって出てくるんだ、ほっといたら怖い。マジで、あこっからがむずいってこと。また密漁者がいるけど、いやーやられた。あ普通のダイヤが欲しければ結構この難しいステージをクリアしようってことか。確かに難しいねこれ。絶妙に飛んでくる。
今ので無理なの。よし、抜けたけど、うわ難しすぎるマジ。これかわしてこういうことね。いやこれやばいよマジで。よし、しゃがんで。これどうなってんの、仕掛け教えてほしい。まずこいつか。うわ、オッケー。何これ、何なのこれマジで。うわーよかった、ありがとう。あいつのおかげで最後意味が分からなかったもんな。これでいいのか。いやボーナスステージじゃないよ。あ、ここに帰ってきたんだ。じゃあクリアする意味あったのかな。またか。いやマジで、やばいなこれ。これダッシュでいかないといけないやつか。あー潜るんだい。それだったら全然いける。やばい、マジで。空中浮遊してるじゃんこれ。よし、でボーナスステージ、何がボーナスだよな本当。ニトロステージに名前変えろよなこんなの。何がボーナスだよ。さてよし、でこれはこんな感じか。ほとんど飛ばしたけど、やばい、ジャンプしてやがる。よし、これ最後のニトロで相当壊れるな。20個はいくんだ。ダッシュか。あ、楽勝じゃん。うわ、でパワーストーン、終わりが近いか。よし、ハンマーおじさんこれ叩いてくるんだな、僕ら叩きみたいに。うわやばい、これ潜れないか。あ、潜れた。ニトロだらけあった。じゃあこれを、よし、あのステージ最後まで行かなくてよかったんだなマジで。途中で死んで諦めた方がよかったんだ。ある意味このカラーダイヤが一番簡単かも。見つけるだけだし。さあこれでコルテックス来るかな。来た、フラッシュ、ついに敵の正体が分かったぞ。我々を邪魔しているのはニトラス・ブリオなのだ。わしもあやつには恨みがある。そもそも前の戦いの時もあやつの口車に乗せられて世界征服の片棒を担がされたのだ。地球を粉々にしようとしているのもあやつかもしれん。クラッシュ、気をつけるがよい。わしの仲間にパワーストーンを持って行ってくれたまえ。仲間の名前は NG、 こいつ NG か、ドクター NG。んー、なんだこれ。コルテックス殿に言われたはずだ。集めたパワーストーンを渡さぬか、拙者に。いや渡すわけないじゃんこんなの、わけのわからないやつに。うわー、ライフ多いな。ん、なに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 、なんなのこれ。あ、なんか投げてる投げてる、リンゴ投げられるんだ。何や、ちょ意味が分かんない。 あそこに当たる。いやー、どういうこと。あ、来た来た。
こういうことか。いやーな、なあんま意味がわかんないんだけど、全然当たらないじゃん。壊れてきてんな。でも結構持久戦か。あ、壊れてきた。あ、壊れたやばいやばい、ドリルか。技仕掛けてくるのはどっちかかはっきりしてほしいよな。あ、壊れた。次肩だな絶対。やっぱり何何これ。あ、これか。これ自体は全然あれ、まだ壊れてないのか。あ、壊れたな。よし、壊れた。さあ真ん中かこいつもバカだな。うわ、なになに、あれ嘘でしょ。はは、よは、めんどくさいだけで分かったな。さあこいつ倒して、あ、次がもうラストかな。あー、最後のステージですね。ロケット行こう。いや多分ね、もう相当ステージが難しくなってきていて、次回はちょっとここの最後のところは前半後半でねちょっと分けてやっていくんで、はい、まあそれでもねちゃんと最後までやりますんで、また次回の方もお楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役に下がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。